オリホーオリックス阪神タイガースとの関西ダービー第1戦4対0でタイガースを破り6連勝よーし。はい、というわけで今回生配信もさせていただきました。阪神タイガースとの関西シリーズね、日本シリーズのリベンジ戦でしたよ、ね。今日はね、ソタニ投手が素晴らしすぎました。12奪三振で6回しか投げてないんだよ。6イニングしか投げてなくて、12奪三振。もうなんか、アウトがね、どういうアウト取りましたみたいな評価、もう三振ばっかりね。いやー、すごい。あんなに三振取るピッチャーではなかったのに。いやー、すごい。しかもね、球もほんとすごいのよ。本当に、キワキワに決めてて、しかも、3ストライク目にズバーンとね、すごい球を投げてて、いや、あれはね、一流ピッチャー誕生ですよ、オリックスに。また一人一流ピッチャーが増えました。はい、そしてですね、打線がね、ちょっと最初はね、またちょっと村上投手なんで、阪神も結構初球打ちが多くてね、これ村上投手に球数投げさせてねえじゃねえかとか思ってたんですけど、5回にチャンスを掴んでね、頓宮選手、やはり頓宮選手調子いいです。頓宮選手はもうね、私が見に行ったの大キャノン観戦会で打点4でしたから、ね、そこからまたさらに上がってきて、今日も先制タイムリースリーベースですよ。スリーベース素晴らしい、ね。いやー、そしてですね、西川龍馬選手ね、またタイムリー、これタイムリーまた続くんじゃないの。タイムリーですよね、西川選手。いやー、もう完全に西川龍馬来たね。ねえ、西川龍馬を批判してた方々、なんか言ってみてください。もう何も言えないでしょう、西川龍馬に。ねえ、西川龍馬素晴らしい、ね、私は信じていました、西川龍馬に。はい、でなんとね、今日は守備もめちゃくちゃ良くて、もう守備がね、もうほんと最高でした。胸ばっかりでしたけど、はい。あとはトングね、頓宮もなんか近本選手のね、もう本当にめちゃくちゃすごい当たりをキャッチしてね、オリックス6連勝。借金がなんか9でもう10かと思いきや、もう3まで一気に減っちゃいましたよ。これはいけるんじゃないですか。交流戦を優勝して、そっから一気にソフトバンク追撃です。だってね、よく考えてください。なんかゲーム中に言ってたんですけど、ソフトバンクと12ゲーム差らしいんですよ。あれ？なんかちょっと前まで15ゲーム差だったんですよね。縮まってる。1週間ぐらいで縮まってる。いけるよ。このペースでいけば、全然シーズン終わりまでに追いつきますよ。はい。っていうね、めちゃめちゃ期待もできる。素晴らしいオリックスの調子。ねえ、離脱者はあんなにいるけど、オリックス戦って若い力がすごい。斉藤京介、佐藤和真、曽谷龍平で3連勝してますから、去年、そして昨日、明日も SP ノーザ、明日は SP ノーザね、素晴らしいです。はい、そして今日ちょっと話題になってて、私のこのね、ハイクオリティユニをちょっといろいろ並べてみたらこんな感じでしたね。はい、やばいっすね何着あるんって感じですけど、はい、ちなみに15着ありました。私今着ているこれも合わせて15着。しかも、まあもらったやつも、確かに選手のご家族からいただいたやつとかもあるんですけど、まあ、大体1個1万円以上、結構もっと高いのもあるんだよな。優勝ユニとか、平野投手の記念ユニとか、もっと高いやつもあるんで、まあ軽く20近くかかってますね、はい。でも後悔なんて一切ない。オリックス明日向かって7連勝いきましょう。借金一気に完済だ。